ゲオルク・ショルツ、ゲオルク・ショルツは、ドイツの画家である。1925年に、マンハイムで開かれた、展覧会、ノイエザ・ハーリヒカイトに出展した画家で、ナチスの台頭と共にその作品は、大敗芸術として迫害された。ニーダーザク先週のボルフェンビュッテルに生まれた。カールスルーへの美術学校で、ハンストーマーやビルヘルム・トリブナーに学んだ後、ベルリンに移り、 ロビス・コリントにも学んだ。ルドルフ・シュリヒターやザ・ボーチンといった、カールスルーへの若い画家たちと美術家の集団、グルッペリを作り活動した。1915年から1918年の間は、第一次世界大戦で軍役に就いた。1919年に共産党員となり、その後数年は戦後ドイツの社会を批判する絵画を描いた。マックス・ベックマンやジョージ・グロス、 オット・ディクスと共に、新植物主義の代表的画家となった。1925年に、カールスルーへの美術学校の教授となり、マンハイムで開かれた展覧会、ノイエ・エザ・ハーリヒカイトに出展した。1933年に、作品は、大敗芸術に指定され、美術学校の職を失い、バルト・キルヒに移った。第二次世界大戦終戦後、ほどなく亡くなった。 ありがとうございます。